凛ちゃん、今日はギルド管理協会に行こうと思うんですけど、何か聞いておいた方がいいことってありますか？管理協会、あ、情報収集に行くってことね。それなら他ギルドの動向を調べてほしいかな。もしかしたら意外な情報とかあるかもしれないし、まあ無理そうなら今ある依頼について調べてもらえれば大丈夫だよ。他ギルドの動向と依頼についてですね。わかりました。それじゃあ行ってきます。あら、うずきちゃん、いらっしゃい。何か依頼でも受けに来たのかしら？こんにちは。今日は新しい依頼がないか調べに来たんです。まだ看板に載せてない依頼で、何かおすすめのものってありますか？ああ、はいはい。未決済のやつだとこのあたりだけど、ちょっとうずきちゃんにお願いするのは難しいかもしれないね。え、そうなんですか？私じゃなくて、例えば凛ちゃんならどうでしょうか？ああ、凛ちゃんだったら腕っぷしも立つからありかも。じゃあこれも入れて。はい、新しい依頼の一覧表、やりたくなったら教えてちょうだい。はい、ありがとうございます。腕利きの冒険者募集って書かれてるものが多いですね。これだと私はあまり力になれないかも。確かにちょっと難しい内容みたいですね。私じゃお手伝いできなさそうで、ちょっと残念です。あ、そうだ。それなら私個人から依頼させてもらおうかしら。備品が切れちゃったからお使いに行ってほしいって話なんだけど。私にですか？でもお使いならここのスタッフさんがしてませんでしたか？実は頼もうと思ってた子が体調崩しちゃってお休みしてるのよ。私は席を外せないからお願いしたいんだけど、どう？はい、もちろんです。私でよければお手伝いさせてください。ありがとう。これがお使いのリストね。急ぎじゃないからのんびり行ってきていいわよ。こんにちは。あ、うずきちゃん、何か依頼を受けてたの？こんにちは。はい、今からお使いに行くところだったんです。皆さんも何か依頼を受けに来たんですか？俺たちはちょっと別件なんだ。前にお願いしたこれ、教会のどこかに貼っといてくれる？はいはい。いよいよ冒険者卒業って感じがして寂しくなるわね。え、冒険者卒業？何かあったんですか？別に悪いことがあったわけじゃないの。前から何回か仲間と話し合ってきたのよ。私たちが本当にやりたいことは何なのかなって。別に冒険者に不満があったわけじゃないんだけど、なんて言うんだろう、目標がなくて嫌だったというか、そんな感じ。だからなんとなくで冒険者をするのはやめて、これからは大道芸ギルドとして活動することにしたんだ。から大道芸って今までと真逆のギルド活動ですよね。そうだよな。大道芸がいいかもって思ったきっかけも、たまたま依頼ミスでやる羽目になった仕事だったからさ。でもそのおかげで誰かに笑ってほしいって気持ちに気づいたの。私たちには冒険してるより性に合ってたみたい。これ今度やるイベントのチラシなんだ。よかったらうずきちゃんたちも来てくれよ。はい、もちろんです。ありがとうございます。これでお使いは全部ですよね。
探すのに時間がかかっちゃいましたし、早く戻らないと。おっと、悪い。ごめんなさい、ぶつかっちゃって。それ、私のカバンです。待ってください。もしかしてひったくり？どうしよう、あの人足が速くて、このままじゃ追いつけない。誰か、その人ひったくりです。捕まえてください。だと？覚悟しろよ。とりゃー、ブガ、離せ、離しやがれ、クソ。すみません、ありがとうございます。いいってことよ。こういう時は俺みたいなのに任しとけ。ジョーちゃんみたいな女の子が無茶しちゃいけねえからよ。私、一応冒険者なのに、お店のおじさんより頼りないんじゃ。ということがあって、遅くなっちゃいました。ごめんなさい。いいわよ、いいわよ。急ぎじゃないって言ったでしょう。ちゃんとお使いも終わったんだから気にしないで。ただ、結果的になんとかなったからいいけど、ひったくりを追いかけるのは危なかったんじゃない？え？でも、お使いのカバンを取られたまま放っておけないですし。例えばの話だけど、ひったくりが逃げていった先に仲間が待ち伏せしてた、なんてこともありえるでしょう。あ、言われてみればそうですね。とにかく追いかけなきゃって思って考えてませんでした。お使いを頑張ろうとしてくれた気持ちは嬉しいわ。でも一番大事なのは自分の体だから気をつけないと。うずきちゃんは普通の女の子なんだから、これからはあんまり無理をしないこと。いい？はい。普通の女の子ですよね。冒険者としてリンちゃんみたいに活躍できないし、ミオちゃんみたいにいろんなことを器用にこなせるわけじゃないです。私がやりたいことって何なんでしょう。あの時出会ったギルドの人たちみたいなものがあるのかな。リンちゃん、ミオちゃんと一緒に過ごしているのは楽しいけど、でもこれからどうしたいんだろう。何か見つかるのかな。私がやってみたいと思える新しい何かが。え、もうこんな時間。急いで帰らなきゃ。二人が心配しちゃいます。